12球団最後のセーブ王が1球団だけ昔すぎる、こちらです。1991年広島、大野豊。感想をコメントにお願いします。はあ、ワイですら生まれてないわ。ちなみに1990年は与田監督がタイトル取ってる。広島の抑えといえば誰だ。やっぱり栗林かな。中崎、栗林に将来期待するしかないわ。増田と海部レジェンド、2013年にも西武王になってるし、ここ10年は守護神してるんだよな。今シーズンもこのままいけばいけるかね。折の平野もすごいよな。2014に最多セーブだし、打たれた顔も含めて最高のキャラクターだわ。中日さん、最下位なのに最多セーブは取っているのくさ。中日にいるのもったいないけど、ライデルを育てたのは中日だもんな。最初は先発だったよな。せやで、タイマン走塁して森監督に怒られていたのが懐かしい。ソフトバンクの森の前ってサファテだよな。あいつは確か3年連続セーブ王だし、54セーブという偉人すぎる成績残してる。千奈大魔神は4年連続タイトル取ってるで、しかも51試合に投げて46セーブ。武田久という超劇場型クローザー。日ハムの守護神は麻酔といいヒヤヒヤさせる抑えしかいねえんだわ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。